3年前、創薬センターで入院中の認知症患者が殺害された。当時容疑者とされた死刑囚大久保新平は今なお潔白を主張する。そして一連の事件がアドディック9の人体実験であったとする矢上の仮説は、寺沢恵美殺害の真犯人を浮かび上がらせた。あの、これから綾部刑事の接見に行ってきます。おう、矢上も一緒か？いえ、僕一人です。矢上さんはそのしばらく僕らと距離を置くそうです。モグラに狙われるだろうから巻き添えにできないって、源田先生にも気をつけてほしいって言ってました。チュッ、今更水くせえ。矢上さんはアドデックナインに絡む事件を全部解き明かす気でいます。そうすれば綾部刑事も大久保君も二人を無罪にできるって。もし大久保新平の冤罪を晴らしたら、矢上はえらいことになるな。間違いないですね。ええ、汚名返上どころかもうレジェンドですよ。まだそこまで浮かれる段階じゃねえよ。やっぱりだ。この間仕掛けた松金組の盗聴器、まだ生きてたよ。よし、何が聞こえる？組員たちの雑談。結構な人数が詰めているみたい。羽村はそこにいそう？いや、多分いねえな。そばに頭がいりゃピリッとするもんだ。誰も雑談なんかしなくなる。でも羽村は連絡を入れてくるはずでしょ？多分な。多分？事務所には連絡するはずだって言ってたの海藤さんだよね。そんな怒ることじゃねえだろう。はあ、一体どこに消えちゃってんだろう。確かに羽村の居場所が分かるまでずっとこうしてんのもなんだかな。とりあえずタバコやめない？こんな締め切ってんのに。だよな。そう思ったんだけど、ついよ。しばらく辛抱して。羽村は絶対に捕まえる必要があるんでしょ。ああ、モグラを引きずり出す鍵は羽村だ。その羽村を抑えられないようじゃ俺らの負け。綾部も大久保君も助けられない。でもよ、ただこうして待ってるだけってのはな。じゃあいつものあれ使うか。空から松金組を偵察してみる。東だよな。本当だ。なんか偉そうにしてるね。出世しやがったか。
羽村がいないんで伸び伸びしてるって感じ。ん？見ろ、東が表に出るぞ。タボ、俺らこんな風に歩いてて大丈夫なのか？今頃ショーノがモグラを差し向けてきてるかもな。いつ襲われてもおかしくないよ。やっぱそうだよな。
どこに向かってんだ、東は。なあ、今なら東も一人でいるし、思い切って話しかけてみるか。この間料亭でやり合って以来だぜ。俺らに聞く耳持つか。ダメで元々だ。ダメで元々か。よし、じゃあ行ってみっか。なんだあいつ、逃げやがった。なんでだ。逃がすか。なんだよ、もう逃げなくていいのか。別にお前から逃げてたわけじゃねえよ。え？組の目があるところじゃお前らと話せねえ。じゃあ話聞いてくれんのか。東、てめえ。東は逃げない。休んでていいよ、海藤さん。羽村の頭は本腰入れてお前らを探させてるぜ。見つけたらすぐ連絡しろって組の門に号令がかかってる。へえ、逆に呼んでくれりゃすぐに会いに行ってやるんだけどな。会ってどうすんだ。向こうはマジでお前ら始末する気だぞ。ハムラの居場所は。俺は聞かされてねえ。本当だ。今あんたらに会ったことを頭には報告しねえよ。だがな、
俺がお前らなら今すぐに町を出る。親父もその方がいいと思ってるはずだ。あいつ案外親切だったじゃねえか。じゃあ素直に忠告聞いて町出るか。バカ言え冗談だよ。でも羽村の方も俺らを探してるらしいな。完全に始末する気でだ。だから。いやだからってなあ、羽村の手下が俺らを探してんだったら襲ってきた連中を逆に捕まえりゃよくねえか。でそいつらに羽村の居所を吐かせるってのは。そううまくいくか。向こうはいきなり殺しにかかってくるかも。それか捕まって目をえぐられるか。じゃあまた杉浦の車の中で禁煙するか。正直それも嫌だな。だろう。よし、じゃあお前今からとにかく街中歩き回れ。俺が後ろから見張っててやっから。分かったよ。敵が襲ってきやすいようにわざと隙見せて歩くんだ。隙を見せてってどんな感じ。それくらい自分で考えろって。よ、聞こえるな、タボ。なあ、俺は距離取ってお前についていく。好きに歩いていいぞ。敵に隙を見せるようにな。考えとけって。ですからちょっと難しいですと。そんな返事を聞きに来たんじゃねえよ。お前らの面倒見る経費がかさんでんだ。みかじめの値上げは当然だろうか。そんなタボ、間違いねえ。あいつら松金組のやつらだ。ああそうだね。ここは一つ人助けしとくか。あの店員お困りのようだぜ。カイトさん、棒読みすぎるよ。いいからさっさとやれよ。はいはい。ちょっと、もうその辺にしたら。え？なんだと？あ、ヤガミ、なんでこんなところに。一般人に凄んで何やってんの、まったく。てめえに関係ねえだろ。ほら、またすぐ大きな声出す。そうやって吠えるしか脳がないのか。あ、だからいつまで経っても下っ端なんだ。なるほど。てめえ、ぶっ殺してやる。おい、あんたら。羽村の頭に八神が来たってしっかり伝えといて。は、羽村の頭？頼んだよ。おい、タボ、これ結構いい作戦じゃねえか。ああ、そうかも。カイトさん、他にケツ持ちしてる店知ってる？できたらいくつかあるといいな。じゃあ
ピンク通りにある連環の刑って店と七福通り西のファンタスティックロマンス、あと七福通り東のスイートビローだな。よし、全部回ってみよう。スイートビローはここだな。あそこでタバコ吸ってんのは店員か？声かけりゃわかるだろ。たく人遣い荒いな。いいからさっさとしろ、タボ。はいはい。ここの店員さん？あ？そうだけど。この店って松金組がケツ持ってるんですよね。お兄さん、誰？八神と言います。特に用があるわけじゃないんですけど、八神が来たってケツ持ってる人に伝えといてくださいよ。どういうこと？いえ、特に深い意味はありません。それじゃ俺はこれで。ここがファンタスティックロマンスだな。あれ？今日もご苦労様でした。おう、次支払い遅れたら許さんぞ。すいません、今月売り上げ悪くて。もっと営業努力しろよ。口開けてても客は来ないぜ。おいタボ、ちょうどいいじゃねえか。あいつに挨拶しとけよ。挨拶ね、はいはい。すいません、空いてますか？いらっしゃいま…てめえ、八神！あれ、松金組の方、こんばんは。のんきに挨拶なんかしてんじゃねえ。どの面下げて現れやがった？ちょっと羽村の頭に会いたくてね。どこにいるか知りません？なんだと？てめえ、舐めた口聞きやがって。頭には会えねえぜ。ここで俺がぶっ殺してやるからな。もう気は済んだ？くそ。このことはしっかり組に報告しておいてよ。それじゃ俺はこれで。よ、こちらカイト。ご苦労だったな、ターボ。バッチリだったぜ。そう？ああ、間違いねえ。羽村の野郎、すぐに手下どもよこしてくるぞ。お前はこのままもう少し町を歩き回れ。じき向こうから仕掛けてくるはずだ。わかった。海藤さん、気のせいかな、なんかじっと見られてる感じがすんだけど。聞こえてるか？
おい、カイトさんどこだ。こっちだ、待ってろ。カイトさん、あんた敵連れてきちゃってるぞ。捕まえろタボ、ハムラの居所を吐かせる。分かってるって。待て、来るなよ。もう諦めろよ。ほら捕まえた。お前羽村の手下だな。あいつはどこにいる。てめえはもう終わりだ、八神。なんだと。あれ、この間とは形勢逆転だな、カイト。ハムラ、手を引くチャンスは何度もくれてやった。それを突っぱねてここまで来たんだ。覚悟はできてんだよな。お前らはやりすぎた、羽村。これでやっとすっきりするわ。ちょっと待ってくれ。もう面倒なのやめましょうよ、親父。こっちだってできるだけあんたの顔は立ててきたんだ。頼む。あんたはこいつらの親代わりかもしれねえが、その前に松金組の親分でしょう。もう他に道はねえってことぐらい。いい加減にしろこの野郎。親父に銃なんか向けんじゃねえ。よせカイト。誰に向かって口聞いてんだ。カイト、カイトさん。
さん。ダメだよ、今は僕についてきて。くそ、待てくれ、止まれ。大丈夫、もう誰も追ってきてない。カイトさんどうなった？ハムラに脇腹を撃たれてヤクザたちに捕まってた。その後は分かんないよ。くそ、早く助けに行かないと。お前はなんであの場所に来れた？ずっと松金組を盗聴してて、そしたら組員が集められだしたからさ、そいつらについてきた。ハムラのアジトは分からないか？盗聴してて何か手がかりになりそうな言葉は？ソレイユってビルの名前なら何度か聞こえた。ソレイユ？じゃあもしかしたらカイトさんもそこに？どうかな、そうとは限らないよ。ただカムロ町にソレイユって最近潰れたビルがあってさ。なら考えるの後でいい、行ってみよう。だね。あのビルがソレイユ。あそこでタムロしてる連中見覚えがある。松金組だ。じゃあやっぱりカイトさんここに連れてこられてる。外からじゃ確かめようがないな。けど今のうちなら向こうも油断してる。もう行くしかないってことね。それもできるだけ早く。八神さん準備はいい？ああ、行こう。ん？てめえ、ヤガミ！なんでここが？くそ！行こう、八神さん。なあ。Yeah!
お前ら死ぬ気で時間稼げよ。へい！待たせたな。やれねえか。うわ、くら。八神さん、電気。こんなんじゃ戦えないよ。ちょっと待ってろ。ありがとう。
ここまで来やがったか。お前ら遊んでやれ。へい。八神さん。はいはい、電気だろ、分かってるって。
しぶといやつだな。おい、相手してやれ。へい。遅かったな。待ちくたびれたぜ。あ、杉浦、僕のことはいいから、八神さんはカイトさんを行かせると思うか。やるもんだ。やっぱ本気でやるときゃこれだよな。加減にしろよ。羽村、まだこんなとこにいたんだな。逃げそびれたか、この野郎。海藤さん話せ。へっ、てめえが指図できる立場か。海藤さん。おい、呼んでるぞ。うっ、
てめえ。さあ、まあ見ろ。今度こそ蹴りつけられそうだな。かな。少しだけ待っててくれ。少しだけだぞ。やってやるよ。てめえはナポリ殺しだ。